どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は主人公クロードの最強装備を入手しましたのでご紹介します。これですね、新装剣プラネットティアです。試練の洞窟で入手できるレバンテイン、こっちも十分強いんだけども、主人公の最強装備はこれではないでしょうか。効果が素晴らしいんだよね。早手、ブレイカー、オーバーロードの発生確率が2倍となります。もう破格の効果ですね。で、攻撃力は2900、レバンテインに比べて100低いんですけども、効果で勝ってるためこっちの方が強いと思います。で、入手方法ですけども、ここです。闘技大会ですね。闘技大会のチャレンジバトルです。チャレンジバトルの下の方、これ裏サバイバルバトル、ここで入手することができます。この裏サバイバルバトルの出し方ですけども、おそらくですよ、おそらく試練の洞窟をクリアすると出ると思います。そこはちょっと確かじゃないんですけども、クリアしたら出ましたので、まあ間違いないかなと思います。はい、まあ結構難しいんですけども、とりあえず行ってみましょう。それではこの装備で入りますね。プラネットティア、そしてバリアントメール、バリアントガード、デュエルヘルムにバリアントブーツで、アクセサリーが重要ですね。この腕輪が間違いないと思います。属性をほぼ半減してくれるので必須ですね。そして、スレイヤーリングをつけてます。それでは行きます。ここの敵ですけども、試練の洞窟のボスが4体連続で出てきます。なのでめちゃくちゃ難しいで、さらに一人で戦わなくてはいけません。仲間はついてきません。一人で絶対戦わなきゃいけないので、HP 吸収の武器っていうのはまあ必須ではないでしょうが、これがないとまあ勝てないと思います。はい、 OK。 次、まあ、一番最後のね、あいつが強いんだわ。一番最後が、それまでは別にそんなに強くないので、ただただゴリ押ししていくだけで勝てると思います。あ、で、クリアするとこの装備がもらえるんですけども、クリア前まではレバンテインを使って、行ってました。 OK。 めちゃくちゃ強いもんね、この武器で。ここだよね、アイテムで、これリバイバルカード、これをつけとくとまあ安心です。うん、いや、むしろこれがないと厳しいと思う。で、通常攻撃しか、基本的に使わないので、アタックボトルを使っていってます。いけ。で、アサルト重要ですね。アサルトでもうとにかく HP を削ってあげないと長期戦になって、どうしてもやられちゃうんで、お、危ねえ、やられるんだよね。 OK、まあ、今のはね6000ぐらいでダメージ良かったんだけども、もうこれカンストダメージ出してくるんで、その時がどうしてもやられてしまうんですよね。 OK。 でアクセサリーで半減を入れてあげないと魔法で死んじゃう。あー、危ねえ、あー、危ねえ、やられる、やられる、あー、やられる、あぶねえ、回復して、あぶねえ、よし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 、もうそう、回るな、それ嫌いだわ、もうこれしかしてこないけどね。よっしゃ、回復、いけたー。はい、まあこんな感じでいけますね。経験値もかなりもらえます。あー、ファーウェルがゲットしましたね。はい、ということで戻ってきました。今日はクロードの最強装備のご紹介でした。これですね、新装剣プラネットティアです。効果は早手、ブレイカー、オーバーロードの発生確率が2倍になって、攻撃力が2900となってます。入手場所ですけども、闘技大会の報酬となってます。レベル200のところなので、ある程度レベルを上げていかないと難しいと思います。
重要なのは HP 吸収ですね。これがあるとまあいけると思いますので挑戦してみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。